魔法界にとって最強の敵の一人と恐れられたヴォルデモート。恐れられるのには、もちろんそれなりの理由があります。今日は彼がどのように最強の魔法使いへと変身を遂げていったのか、徹底解説していきます。彼の過去の姿であるトム・リドルは、幼い頃から孤児院で育ちます。誰からも愛されず愛を知らずに育っていった彼の出生は決して喜ばしいものではなかったようです。彼の父親であるトム・リドルシニアは裕福な家庭で育ち、端正な顔立ちをした普通のマグルです。彼の容姿は父親譲りだったのでしょうね。そして母親のメローピーはホグワーツの創設者の一人であるサラザール・スリザリンの直系の子孫です。蛇語を話せるパーセルマウスの一人でもありました。暴力的な父と兄から虐待を受けて育ったメローピーは、ある時近所に住むトムに一目惚れしてしまいます。しかし当時の彼には婚約者がおり、メローピーには見向きもしませんでした。そこで彼女は惚れ薬を使い、婚約者から彼を奪ってしまうのです。やがて二人の間には子供ができ、そのタイミングでメローピーは惚れ薬を使うことをやめてしまいます。そのため、魔法の効果がなくなり、自分がメローピーに騙されていたことに気がついたトムは、妊娠中だった彼女を捨てて出て行ってしまうのでした。複雑な家庭で育ったメローピーには頼れる人もおらず、ロンドンにあるウール孤児院というマグルの孤児院へ助けを求めます。そこで誕生したのが息子であるトム・リドルです。しかし出産後ほどなくしてメローピーは亡くなってしまい、トムは孤児となってしまったのでした。赤ん坊の頃から泣くことが少なく、静かすぎるほどおとなしかった彼を孤児院の人たちはとても不思議に思っていたそうですが、成長していくにつれ、ウサギを天井から吊るしたり、時には同じ孤児院で生活する子供をおかしくさせたり、と問題行動が増えていきました。そして問題児として気味悪がられたトムは次第に孤独になっていくのでした。11歳になると孤児院にダンブルドアが訪ねてきて、魔法の存在を教えられた時にも彼は一切驚くことはせず、むしろ他人と違う力を持っていることに喜びを覚えたそうです。魔法を学ぶためにホグワーツに入学することになりますが、同時に彼が魔術を乱用しないようダンブルドアはトムを常に警戒して目を離さないようになりました。ヴォルデモートは7つの分霊箱を作りますが、そのためには最低でも7人の命を犠牲にしてきたことになります。ちなみに彼以外に分霊箱を作ることに成功したのは記録上は1人とされています。それが古代ギリシャの魔法使いである腐ったハーポと呼ばれる人物です。腐ったハーポもパーセルマウスであり、知られている中で最古の闇の魔法使いだと言われています。人生を闇の魔術の研究に捧げた彼は数多くの呪文を発明し、バジリスクの孵化にも成功しています。そして彼の冷酷さと知識は武器となり、ついには殺人を犯してしまうのでした。その過程で自身の魂を引き裂き、分霊箱を作ったと言われています。自分の魂の一部を分霊箱に閉じ込めることで、たとえ肉体が破壊された時にも魂はこの世に残すことができるようになるため、その分霊箱を複製することで不死に近づくとヴォルデモートは考えました。しかし分霊箱の複製は非常に危険な行為であり、その代償として人間性を削ぎ、外見をも歪めてしまうとされています。ヴォルデモートが作った分霊箱の詳細もご紹介します。一つ目に作ったのがトム・リドルの日記です。トムがホグワーツの5年生の時、自分以外の誰かが秘密の部屋を開けられるよう誘導するために作られたものです。犠牲になったのはあの嘆きのマートルでした。2つ目はマールボロゴーントの指輪です。この指輪には死の秘宝の一つであるよみがえりの石がはめ込まれており、代々ゴーント家に受け継がれていたものです。トムが叔父であるモーフィン・ゴーントから奪い、そして実の父親を生贄にして分霊箱に作り替えてしまいます。この指輪には触れた者の体を蝕む強力な呪いがかけられていました。3つ目はサラザール・スリザリンのロケットです。
ホグワーツ創設者の一人であるスリザリンが所有していたロケットで、トムの祖父であるモーフィン・ゴーントが指輪と一緒に所有していましたが、ある時娘のメローピーが売り払ってしまったことで、ヘプジバ・スミスという魔女の手に渡ることになりました。そこからトムの手に渡り、マグルの旅行者を犠牲に分霊箱に作り替えられました。ロケットには身につけたものの負の感情を引き出す魔法がかけられています。4つ目はヘルガ・ハッフルパフの金のカップです。スリザリンと同じくホグワーツの創設者の一人であるヘルガ・ハッフルパフが所有していましたが、ハッフルパフの死後は代々子孫たちに受け継がれていました。ハッフルパフの子孫とされているヘプジバ・スミスが所有していましたが、トムは彼女を生贄にして分霊箱へと作り替えました。5つ目はロウェナ・レーヴンクローの髪飾りです。ホグワーツ創設者の一人であるロウェナの遺品で、アルバニアの森に何世紀もの間隠されていましたが、トムリドルの手に渡ります。犠牲になったのはアルバニアに住む農民で、この髪飾りには身につけた者に知恵を与える魔法がかかっていたのだとか。6つ目はナギニです。ヴォルデモートのペットの蛇であるナギニも分霊箱の一つでした。もともとは血の呪いによって蛇の姿に変身してしまう人間でしたが、次第に蛇の姿から戻れなくなってしまったものと考えられます。そしてアルバニアでヴォルデモートと出会い、彼のペットとなりました。そして1994年に魔法省の役人であるバーサ・ジョーキンズが生贄となり分霊箱になったとされています。7つ目はハリーポッターです。ヴォルデモート本人ですら気づかなかった分霊箱の存在が一つありますが、それがハリーポッター自身です。ハリーが1歳の時、ポッター家が襲撃され、両親が殺害されてしまいますが、自らを犠牲にしてハリーを守った母親リリーの守りの魔法によって呪文が跳ね返り、ヴォルデモートは肉体を失ってしまいますよね。その際、砕けた魂の一部がハリーの中に宿ったと考えられています。ヴォルデモートの過去の姿であるトムリドルは、端正な顔立ちだったことは皆さんご存知ですよね。それではなぜ、あのような鼻のない、怖い見た目になってしまったのでしょうか。それには、分霊箱や蛇と深い関係があります。ヴォルデモートは7つの分霊箱を作りますが、そのためには自分の魂を引き裂き、分割する必要があります。それを繰り返すうち、彼の人間的な部分はどんどん削られていき、容姿も崩れていったと考えられます。また、秘密の部屋でのバジリスクや、パーセルマウスであること、スリザリンのモチーフでもある蛇はヴォルデモートにとって深いつながりがある生物だと考えられます。そのため、詳細は明らかではありませんが、鼻がなく蛇のような見た目に変化していったのではないかと考えられています。ヴォルデモートの狂信的な信者であり、最も危険でサディスティックな側近であるベラトリックス・レストレンジ。彼女にとってのヴォルデモートとは、主としてだけでなく、一人の男性として特別な感情を抱いていました。彼女はホグワーツの戦い前に秘密裏に出産しているのですが、その子供の父親は、夫ではなくヴォルデモートだったのです。愛を知らず、また従者たちに一切の感情を持たなかったヴォルデモートが、どのような戦いでベラトリックスからの気持ちに応えたのかは、詳しくは明らかになっていません。しかし、他の従者たちと比べて、彼女に対する扱いが特別であったことは間違いありません。ヴォルデモートの死後、サラザール・スリザリンの後継者となったのが、彼らの娘であるデルフィーニです。両親の意志を継ぐように凶悪な魔法使いへと成長していった彼女は、ハリーやロン、ハーマイオニーの子供たちが主役となるハリーポッターと呪いの子にてその存在を知らしめます。こうして闇の帝王やその従者たちの意志は図らずして続いていくのでした。これまで出生の秘密などいくつかをご紹介しましたが、共通して言えるのはヴォルデモートには一切の人間的な感情がなく、冷酷であるということです。類稀なる魔法の知識や技術は、よく活かせば魔法界が豊かになっていたとも考えられますが、彼は闇の魔術に傾倒し、魔法使いや魔女のみならず、マグルを含めたあらゆる人を殺めることに躊躇がありませんでした。
過激な純血至上主義、優生思想は自分より下の者を部下としてでなく、虫けらのように扱うこともたびたびありました。デスイーターの中には彼への恐怖心から従う者も少なくありませんでした。そのような人間が闇の勢力のリーダーとして君臨しているのですから、誰もが恐れるに違いありませんよね。いかがでしたでしょうか？今回はヴォルデモートを語るには欠かせない生い立ちや分霊箱についてご紹介しました。過去の動画には彼の生涯をたどる動画もありますので、ぜひチェックしてみてくださいね。この動画が良いなと思ったら、高評価やコメントで応援いただけると大変嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。